一丁目二丁目入り口。ゲートのステンドグラスは、川西武市、瀬山、長房三宮センター街は、兵庫県神戸市中央区三宮町の繁華街にあるアーケードのついた商店街である。フラワーロードと小井川筋をほぼ東西に結んでいる。神戸最大のターミナル駅のである、三宮駅、三宮駅に近いために、三宮を訪れた人の多くが、 この三宮センター街を呼び付近を通るので、大勢の人で賑わう場所となっている。昨今の郊外型を上った専門店の乱立で、地方の中心市街地の空洞化が、社会問題とされる中、この三宮センター街は平日は元より、休日ともなれば、多くの買い物客で賑わっている。ここはいわゆる街の商店街とはタイプが異なる。 食料用品を中心とする一般の商店の店舗は、ほとんどなく、手芸用品や高級文房具、全国的に有名な神戸ブランドの洋菓子店、毛川ブティック、アメリカのギャップの専門店やワールドが手掛ける、若者向けのブティック、関西初出店となった、神戸丸イ、三宮ビブレ、兵庫県火災大の規模を誇るユニクロ三宮店、大手セレクトショップなどのアパレル、 京セラクレサンベールなどの宝石店、大型書店であり、本社も構える純駆動などの専門店が多数営業している。また、アーケードは日本では珍しい2階建ての構造になっている。休日とりわけ年末年始、及びコ戸ベルミナリー会再期間中の人通りは非常に多く、喧嘩最大の繁華街を形成している。三宮センター街付近は毎年発表される。 路線か工事地下において、毎回兵庫県下で、最も地下が高いという報道がされている。毎年6月1日には、兵庫県が定める、善意の日の記念行事として、パレードが行われる。三宮センター街の直接の誕生は、終戦直後の1946年、焼け野原となった神戸市街地の中で、三宮駅前と元町駅前の間にできた。 店舗群にあるとされる。国鉄、三宮駅の高架下に、今日の三宮線一商店街が、駅の南前には、三宮ジャンジャン市場が、三宮町一丁目、二丁目地区に、今日の三宮センター街が、そして、三宮町三丁目地区に、三宮柳筋が誕生した。1五十一年、三宮センター街に、吉津を編んだアーケードが貼られた。 その後、1960から1970年代の再開発で誕生したサンプラザセンタープラザの竣工に合わせて1971年に鉄骨造りのモダンなアーケードが完成、LED による電光情報表示器を備えた時計、クルルンボックルがお目見えした。また、この頃にサンノミがサンノミセンター街に編入された。 1995年1月17日の阪神、淡路大震災で、三宮一帯は大きな被害を受ける。三宮センター街においてもとりわけ一丁目地区で大きな被害が出た。アーケードの落下、サンプラザ上層階における、東海のほか、大型家電量販店や手芸店の建物も解体を余儀なくされた。同年1月19日には、 センター街付近で余震の影響と思われる火災も発生した。また、被災での略奪事件などの発生に対処するために、センター街の有志で事件組織を作って警備に当たった。倒壊した一丁目地区のアーケードを取り払うとともに、店は徐々に再開。ひとたび、雨が降り出すと、店は大変であったようであるが、日光がさんさんと差し込む中へ営業するセンター街は、 震災前よりも一段と明るく被災地、被災者を活気づけた。軒先にカフェのようなひさしを張って営業する店舗も見られた。1997年に再建復興工事が始まり、震災前伸びる3階屋上相当から4階屋上相当の取り付け位置へと高くなって、自然光が多く差し込む開放感のある現在のアーケードが1998年3月に竣工した。 ありがとうございます。